重ねか。ちょうどよかった。お前に渡したいものがある。ナオミから受け取ったものだ。お姉ちゃんから？一体何？場所を変えて話そう。ムスビーズに来てもらえるか？ええ、分かったわ。まずお前に謝罪させてくれ。あの時ナオミが怪異に変わってしまったのは俺の力不足ゆえだ。妹のお前には辛い思いをさせてしまった。本当にすまない。別にあなたのせいとは思ってないわ。それよりお姉ちゃんから受け取ったものって？なあ、これだ。確かにお姉ちゃんの字だわ。どうしてお姉ちゃんが手書きの手紙をあなたに？玄馬と親しかったなんてお姉ちゃんからは特に聞いていなかったけど。俺が特に親しかったわけではないだろう。共に戦った期間は短かったし、多く話したわけでもない。だがナオミはそういう距離感を気にせず俺を気遣ってくれた。手紙を読んでみてくれ。これは料理のレシピね。俺はどうも仕事を抱えすぎる癖があってな。そうなるとつい食事も雑に済ませてしまう。外には疲れを見せないようにしていたつもりなんだが、ある時ナオミに呼び止められてこれを渡された。忙しい時でも体を壊さないように簡単に栄養を取れる食事の作り方をまとめてみたと言ってな。メッセージで送ることもできただろうに、わざわざ手書きでだ。几帳面なものだ。お姉ちゃんらしいわね。ありがたい反面反省もした。新入隊員にまで不摂生を心配されてしまうとはな。ナオミも海抜群に入ったばかりで暇ではなかっただろうに。お姉ちゃんはいつもそうだったわ。自分のことより周りのことばかり優先して。それでレシピは役に立ったの？ああ、手間もかからず栄養も取れて味もうまい。このレシピのおかげで体調管理が随分楽になった。今までまともに料理をした経験などなかったんだが、ナオミが手順まで丁寧に書いてくれたおかげだな。読みながら飯を作っていると一文字一文字から相手をいたわる気持ちが伝わってくるようだった。やっぱり私のお姉ちゃんはさすがね。でも役に立ったならどうして私にこれをくれるの？せっかくお姉ちゃんがあなたに渡したんでしょう。今時手書きの文章は貴重なものだ。俺の手元に置くより妹のお前が持っていた方がいいと思ってな。手順はすっかり記憶した。それにナオミのことで誰よりも傷ついたのはお前だ。必要としているものが持っているべきだろう。そう、分かった。なら受け取っておくわ。それをお前に渡せて少し肩の荷が下りたような気がする。どういうこと？まさかお姉ちゃんの手紙を手放したかったっていうの？いや、そういう意味ではない。ただその手紙を見るとナオミに起きたことを思い出してしまってな。長年海抜群にいて仲間を失うことにも慣れたつもりだったが、ナオミのことはまだ冷静に受け止められん。あの時あいつに起きたことを思い出すと自分の無力さを痛感して心臓をわしづかみにされたように感じる。正体を預かった俺がもっとしっかりしていればナオミがあんな目に遭うのは防げたかもしれない。すまんな、こんな話を聞かせてしまって。お前の方がよほど辛いだろうに。別に構わないわ。どんな話を聞いたからって私の辛さが変わるわけではないもの。そうか。だが戦いに身を置けばいずれ一人では抱えきれない重荷を感じることもあるだろう。
俺も海抜群に長くいる者として助言できることがあるかもしれん。もし必要になった時は連絡をくれ。そうね。そんなこと起きないと思うけれど、万が一の時には連絡するわ。それじゃ、用が済んだなら私は帰るわね。ああ。ゲンマ、お姉ちゃんのことで随分自分を責めているみたいだった。せっかくのお姉ちゃんの気遣いを無駄にしないでほしいものだけど。ゲンマ、どこかに出かけるの？ああ、これから配置化軌道に行ってくる。少し考えたいことがあってな。配置化軌道？あんなところに何しに行くのかしら。そういえば、あそこはお姉ちゃんが、もしかしてまだ自分を責めてるのかしら。一度話しておいた方が良さそうね。カサネ？お前もここに来たのか。ええ、あなたに話したいことがあったから。俺に話したいこと？この間もお姉ちゃんに起きたことで責任を感じているみたいだったけど、お姉ちゃんが怪異になってしまったのは別にあなたのせいじゃない。あなたが自分を責めても意味がないわ。それを言うためにわざわざここまで？あなたの方こそわざわざこの場所に来るぐらい気に病んでいるんでしょう。そうだな。お前の言う通り、全てが俺のせいだと考えるのは思い上がりなんだろう。だがそれでも俺はナオミに起きたことを忘れられん。何十年も戦ってきて情けないことだがな。情けないとは思わないけど意外ではあったわ。経験を積めば冷静に対処できるのかと思ってた。俺も自分ではそうしているつもりだった。戦いの中で仲間の死に直面しても膝を折っている暇などない。怪異を倒しきるまでは何が起きようと感情を押し殺して最後まで戦い続ける。それが俺たち海抜群の役目だ。でも今は感情を抑えられていないのね。理由の心当たりはあるの？限界が来たんだろう。俺はあまりに大勢の仲間を失ってきた。長年の戦友もナオミのような若い隊員も皆が命を落としていく中で、俺だけがこうして退役が近づくまで生き残ってしまった。まるで生きているのが悪いことみたいに言うのね。負い目を感じてはいる。未来ある若者が死に、先の短い俺がまだ生きていることにな。だからこそこれ以上若い隊員を犠牲にすまいと思っていたのに。ゲンマ、あなたがお姉ちゃんを守りたいと思ってくれていたことは分かった。でもそんな風に過去を悔いてばかりいても無意味だわ。目の前にあるはずのやるべきことに集中した方がいい。頭では分かってはいる。だが俺は。ゲンマ、後ろ！さすがに反応が早いわね。大した敵ではなかっただけだ。今はまだ俺も十分戦えるからな。今はってどういうこと？俺はもう年だ。
遠からず退役することになる。退役すれば歪化剤の投与も止まり、肉体が老い始める。超能力も徐々に衰えていくだろう。何十年も超能力を頼りに戦ってきた兵士にとって超能力が弱まることは耐え難い不安だ。そういえばそんな話を資料で読んだわね。お前たちにとっては遠い先の話だろうが、俺にとってはすぐ先の未来だ。退役兵は長く海抜群の中で生活してきたために一般社会に順応できないものが多い。頼るべき家族や友人もなく、社会から弾き出されて行き場をなくしてしまう者もいる。自分もそうなるって言いたいの？今話したような退役兵は俺そのものだ。人生の大半を海抜群で過ごし、戦いの他に何もできん。そんな人間が軍を離れてどう生きればいい？情けないが、俺はその日が来るのが怖い。仲間への負い目だけを抱えて生き続けるくらいなら、いっそ戦場で死にたいと思うことさえある。すまん、バカなことを言ったな。そうね、私には理解できない。死にたいなんて本気で言っているなら見損なうわ。自分だけが生き残ったと言うけど、自分一人の力で生き延びてきたわけではないんでしょう。お姉ちゃんだってあなたの健康を気遣ってくれていたのに、自分で自分を粗末にするなんて勝手すぎるわ。俺には返す言葉もない。何も言わなくていいわ。私はもう行くから。それじゃ。何を考えているのかしら、ケンマは。せっかくお姉ちゃんが気にかけてくれていたのに。私だってお姉ちゃんを救えるなら自分の命と引き換えにと思わなかったわけじゃない。でもそれじゃあお姉ちゃんが悲しむだけだわ。ケンマだってそれぐらい分かっていそうなものなのに。カサネ、調子はどうだ？調子って何の調子のこと？具体的に言ってもらえるかしら。ああ、体の調子ということだが、いや、忘れてくれ。大したことじゃない。カサネ、お前という人間を理解したいと思っている。私も同じよ。お互いにもう少し交流できるといいわね。カサネ、今から少し話せるか？この間のことでお前に謝罪させてほしい。いいわ、ここで話す。いや、場所を変えよう。セイランの町に来てくれ。先に行って待っている。わかったわ。ゲンマ。カサネ、すまないな、忙しい時に。構わないわ。私も話をしたいと思ってたの。あなたに謝りたくて。なぜだ？謝罪するのは俺の方だ。お前が俺に謝る理由はないだろう。あの時はゲンマの気持ちをよく考えずに一方的に私の気持ちをぶつけてしまったから。正直に言えば今もゲンマの気持ちを全部理解できたわけではないと思う。でも私もいろいろ経験してきたから少しは想像ができるようになったわ。死にたいと思うようなことがあったのか？私がじゃなくてお姉ちゃんがもう生きていたくないって言ったことがあったの。怪異になって人の脳でできた薬で正気を保ってこんな状態で生きるのはもう嫌だって。そうか、ナオミがそんなことを。その時の私には分からなかった。
どんな形でもお姉ちゃんに生きてて欲しかったから。でも今は少しだけわかるわ。心の底から辛い時に生きることから逃げ出したくなる気持ち、ゲンマもそれぐらい辛かったんだとしたら、私が文句を言う筋合いではないと思ったの。そうか、理解してくれて礼を言う。俺からも改めて謝罪させてくれ。年甲斐もなく自分の身を憐れんで情けないことばかりお前に聞かせてしまった。それでだな、お前への詫びも兼ねて持ってきたものがあるんだが。ん、それはお弁当？ああ、ナオミに渡されたレシピでいろいろと作ってきた。腹が減っているかどうかわからないが、よければ味見してくれるか？そうね、いただくわ。お姉ちゃんのレシピの味、どんなものか味わってみたいから。これがサバ缶とピーマンの炒め物、野菜のナムルと、こっちが肉そぼろだな。へえ、意外と本格的なのね。まだまだ手際が悪くて少し焦がしてしまった。見た目は不格好だが、まあ食えるはずだ。じゃあこれを一つもらうわ。悪くないわ。確かになんとなくお姉ちゃんの味と似てるかしら。本当か？ええ、もちろんお姉ちゃんの手作りとは比較にもならないけど。そうか、だが妹のお前に似てると言わせられたのは一つの成果だな。そうね、まあ美味しいわ。それに少し懐かしい。これだけ作るのは手間だったんじゃない？いや、大したことではない。料理は心が静まるんだな。己を見つめ直すのにちょうどいい。そういうものなの？ああ、以前は無駄な時間だと思っていたがな。料理をしながらお前に言われた言葉をよく考えた。感情的になっていろいろ言った気がするけど、どの言葉かしら？俺が自分を粗末にしているという話だ。死にたがるのは自分勝手だと身にしみる言葉だった。ナオミがどれだけ元の姿のまま生きたかったか、戦死した仲間たちがどれだけ生きたかったか、それを思えば残された人生を無駄に費やすことこそあいつらへの不義理になるのだろう。捉え方が少し真面目すぎるような気もするけど、言いたいことが伝わってよかったわ。真面目すぎるかもしれんが、俺なりのやり方で残された人生を精一杯味わって生きてみるつもりだ。例えばどんな風に？まずはナオミのレシピでちゃんと飯を食って、栄養を取りながら体調を万全にすることが第一だな。休日の過ごし方も見直したいと思っている。料理の他にも新しい趣味を模索してみたり。いいことだと思うわ。料理もこの調子で練習すればもっとうまく作れるんじゃないかしら。そうか、ならもっといろいろ作ってみるか。よければまた今度味見してもらって構わんか？ええ、いいわよ。助かる。今まで料理の味など気にしてこなかったせいで自分では良し悪しがいまいちわからなくてな。でもなんだか楽しそうね。そうだな、どちらかといえば戸惑うことの方が多いが、確かに俺は楽しんでいるのかもしれん。ゲンマ、生き生きしてるわね。少しは前向きになれたのかしら。この間俺が調子はどうかと尋ねたのを覚えているか？ええ、そういえば何か言っていたわね。あれは何だったの？妙なことを聞いて悪かったな。若者とどう話せばいいかわからなくてな。俺はただ近況を聞きたかっただけなんだ。問題ないならそれでいい。
重ねはやはり信頼に足る人間だ。そう実感できた。あなたのような経験豊富な人にそう言ってもらえるなんて光栄だわ。重ね、少し話せるか。頼みがあるのだが。ええ、何？お前には酷なことかもしれないが、ナオミが亡くなった場所を俺に教えてくれないか。ナオミのことを他のやつから聞かせてもらった。あいつが行った場所をこの目で確かめておきたい。もちろんお前が辛ければ無理にとは言わない。分かったわ。場所は水波川よ。一緒に行きましょう。いいのか？ええ、私も玄馬には見ておいてもらった方がいいと思うから。すまない。では頼む。この辺りよ。お姉ちゃんが死んでしまったのはここで。渡月の兵と戦っていた時、怪異にされた他の人たちと一緒に逃げ場を失った私たちを助けてくれたの。命を懸けて。お前には辛いことだっただろうな。そうね。今でもこの場所を見ると胸が苦しい。でもあの時お姉ちゃんが言っていたの、生きてこられてよかったって。最後に人間らしく生きられたって。お姉ちゃんはずっと苦しんでいたけど、その先に生きる意味を見つけられた。だから私も立ち止まらないわ。これから何があっても生き抜いてみせる。そうか、ナオミは精一杯生きたんだな。ゲンマ、もしかして泣いているの？ん？ああ、そのようだ。すまん。まさかお姉ちゃんの後を追って死にたいなんて言うわけじゃないわよね。大丈夫だ、そんなつもりはない。俺はもう自分の命を無駄にしないと決めた。そんなことをすればナオミも嫌がるだろうしな。そう、安心したわ。どうしてこの場所に来ようと思ったの？自分の気持ちを確認したかった。これから残された人生で何を成したいのか。俺はもう誰もナオミのような目に遭わせたくはない。だがこの国の歪みはあまりにも大きい。力のために罪もないものを利用して使い捨てる。スオウもセイランも何も変わりはしない。そうね。お姉ちゃんみたいに苦しんでいる人は今もこの国のどこかにいるんでしょうね。相手の大きさに二の足を踏んでいたが、ここでナオミの最後を知って俺もようやく進むべき道が定まった。政府のしてきたことが表沙汰になった今、この国の体制も徐々に変わろうとしている。俺もこれから新しい体制作りに協力していきたいと思う。今までの歪みを一掃できるようにな。それが俺にできるナオミへのせめてもの弔いだ。目標が見つかってよかったわ。お姉ちゃんも喜ぶと思う。退役しても暇になることはなさそうね。そうだな。実は退役のことでもう一つ考えている。少々うぬぼれが過ぎるかもしれんが、もし海抜軍の退役兵である俺が長生きして社会的な役割を果たすことができれば、超能力者の老化現象への適応のモデルケースとして皇族の見本になれるだろうとな。さすがだわ。経験を積んできただけあっていろいろと現実的に考えているのね。いや、俺一人で思いついたわけではない。
重ねと話していて思いついたことだ。そうなの？ああ、この間料理の味見をしてもらっただろう。おかげで戦い以外での自分にも少し自信が持てた。超能力を失っても新しく挑戦していけることはいくらでもあるんだとな。退役後が不安になることもあったが、今は退役が楽しみにさえ感じる。変われば変わるものだな。確かに最初にお姉ちゃんの手紙をもらった時と比べて随分明るい表情になったわ。お姉ちゃんのいなくなった世界でこれからも新しい人生が続いていくのね。私も玄馬も、せっかくだから私も何か新しいことを始めてみようかしら。おお、それなら重ねも一緒に料理をしてみるか。なかなか奥が深いものだぞ。そうね、考えてみるわ。お前は戦闘での動きに無駄がないな。戦闘経験も少ないのに大したものだ。ただ迷いがないのはいいが、あまり行き急ぐなよ。時には立ち止まって考えることも必要だ。ええ、そうね。忠告ありがとう。覚えておくようにするわ。いかんな、どうにも説教じみたことを言ってしまって。これも年のせいか。知るほど大したやつだな、お前は。急にどうしたの、ゲンマ。私からすればあなたの方がすごいと思うけれど。